これは名推理かな。サンシャの名推理でインポスターが釣れた。僕大逆転勝利。大逆転勝利。まあ追い込まれてもね。タイトル決まったな。来るの日だな。早く死んで休憩して。なんてこと。やる気なさすぎ。早いな。ボタン押し選手権早すぎでしょ。印象ということで。早い。いいボタン押しますね。反則ですよ、エレジさん。いやいやいや。フライングしてる？いやいやいや。もう1日前から止まってるもんね、宿舎前に。多分アップしてんだよな。ちゃんと肩当たる。前日から並んでる。早すぎる。狙ってください。よし、頑張るぞ。神様、頑張るぞ。ポンポン出してしまえばいいの、全然しいの、つまらないでしょ。エッソンかけてリズムに乗せて、ワイワイかけて、あたしの道を。エブリトン、エンタリスポン。これも乗りたいの。じゃあ、サンシアさんか。お、マジ？違いますよ。どうした？めっちゃ騙してる。ちなみに、LG さんとティラゾーさんは弾きます、僕から。あ、停電展望で誰か直してて、サンシアさん、ティラゾーさんと最後までずっと並走してるんで、停電後であればキル無理。僕を疑ってきたセンターさんがちょっと、ごめんなさい、さっきバブルケーキさん死んでたらサンシアさんだったんで、そうかなと思いました。それは全然理解できました、ありがとうございます。はい、死人なし、こちらこそ死人を、はい、ないですね、ないないのか。じゃあ1だけ全員特定していきましょう。カッキーがメイン脇で、エレジさんと会いて、はい、エンジン宿舎ミーティングって感じです。で、エレジさんと会って以降誰と待ってないです。はい、僕はメイン脇、履歴石球で停電中に展望だったかな、まで行って、あとはさっき言った通りです。やつはキッチン脇、どうぞ。あ、昨夜さんと一緒にキッチンから電気室の方向かっていまして、LG さんとすれ違っている。はい、うんうんうん。で、最後の方に昨夜さんの破片見てるんで、破片破片ね。いや、その2人はお互いに白取れる。いや、昨夜さんからは取れないかも。私はちらっと見ました。どこにいんの？エレキ。はい、あ、エレキにずっといんの。はいはい。あ、2人がね、昨夜さんは安田さんの白取れますか？いや、途中見てるけど最後見えてないです。なるほど。八つ葉さんは昨夜さん白でいいですか？死んだとこがどこでしたっけ？いや、わからない。わかんないのであれば、まあ、エレキ内で、エレキではないです。うん、ないなったら、はい、はい。アーカイブ明けで最後ラウンジに入るときにセンターさんと会ってます。アーカイブでは本タスクをやってました。はい、先端さんが停電を直してくださってたんですけど、はい、直しました。そこからバイタルまで私は行って、最後バイタルまで到達してません。貨物からバイタルに向かってると。はい、はい。猿之助はエンジン脇、エンジンで、あ、ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、僕直してないです。あ、そうなの。ちょっと嘘ついてみました。あ、なるほどなるほど。何それ。だから夏目先生だと思うかな。お、何でしょうか。だって展望にいたんでしょ、誰か。テラゾーさんと、はい、テラゾーさんで直してないでしょ。直したかも。テラゾーさん。はーい。どういうことや。なこれ。
ナイスです。ナイス。僕が絶対に直してます。すいません。あ、すいません。展望組が直してないっていう感じだったんで、僕も貨物に直してないんで、だったら昇降機右かなと思って、夏美先生がの昇降機右行ったんでキルしたのかと思いました。間違えました。大丈夫です。もう、はい、メタオさん、センタンさん、サクヤさん、エレジさん、テラゾーさん、サンシアさんが基本無理だと思ってます。ヤサさんも疑ってないです。夏目先生も無理だと思います。いいですか、いいですか、いいですか、はい。まあ、僕は、エンジン脇、メインホールです。最後。あら、それまで何してました？エンジンの左の上の配線した後、メインで除染、配線、写真で、出たところで終わってます。メインの小部屋から。あ、僕エンジンの配線してるから多分その間にすれ違ったんちゃうか。柿さんは一点聞きたいことがあります。はい、貨物脇は先端さんとメテオさんとかですか？僕はアーカイブ脇です。私もそっち脇ですね。あ、まあだけど右側にはないってことでいいですね。うん、と思います。はい、あ、死人がね、何もないと思ってて、右側では、まあ先端がラウンジでやってるくらいだと思う。だけどあまりそれは追ってなく、うん、だったら脇位置が宿舎とかエンジンとか、まあ宿舎が本線なんで、のすけさんかが怪しいと思います。うん、これかのすけさんだよ。うんうん、かきさんかのすけさんだ。かきさん、かきさん、ごめん、もう一回動線、かきさんの動いた経路を教えて。メインで除染、配線で、ベントタスクやってボタンを押しに行った感じですね。あ、まあかきさんも、あ、てかかきさんが容疑者なのか。うん、そうですよ。待って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 、メインの除染配線やって、その後にエンジンってやってたら、のすけさんがどんだけ配線遅いのって話になります。いや違う違う、あの多分メインで除染配線やって、昇降機のベントタスク上やって、そんな上がってった感じ。え、のすけさんが配線、昇降機の、あ、だからあれでしょ、メインホールの左から2番目の小部屋でしょ。じゃなくて、要は三車さんが言うには、要はのすけさんはエンジンで配線だけやってすぐメイン来てやるはずなのに、そうですか、ね、メインで助けて、だから1個でもかきさんがメイン配線やってる以上、じゃあ、ここじゃないですか、どっちかじゃないですか。じゃあ、今ならロラできんじゃない？ロラでいいっすよ。うん、じゃあ、のすけさんから入れます。じゃあ、かきさん、入れます。これは名推理かな。感謝の名推理でインポスターが釣れた。大逆転勝利。大逆転勝利。追い込まれてもね。タイトル決まったな。喋らしてよ、決まりました。クラッ。待て、ママだけじゃ多分時間かかる。ナイスでーす。あれ、死んでるよ。寝てよ。死んでるが。ってことは、まあ、夏目、テラゾー、カキアムリだね、多分。なんでですか？まあまあ。ミーティングにいたから。ミーティング、夏目は分かんない。夏目どこに行ったか分かんないけど。え？ミーティングはカキテラゾー。え、テラゾーさんに聞きたいんですけど、いいですか？はい。はい。カキさんと、え？カキさんが最初にいたってこと？テラゾーさん、いや違うよ、カキテラゾー、あ、カキさんが最初に行って、夏目がミーティングの左側にいたかな。夏目、お前ボタン押したんじゃないっけって思いながら、あ、そうだから死にたくないか、はしご上で待機してて、うん、ね、でテラゾーさんが、テラゾーさんしかいないと思ったから忍者で抜けられてるのかと思ったけど、うん、先にいたんだったら分かりました。だったらカキさんとテラゾーさん無理って自分からも言います。今日はカキさん釣りますが、うん、さ、メイトさんの話しましょう。見てなーい。メイトさんの死人はないです。エンジン生まれってメイトさんいましたっけ？いや、いなかったと思う。いないと思う。エレジーヤツハが即エンジン配信してった。うん。エンジンヤツハ作よ。かエンジンまで。はい、で、私エンジン配信した後、コミュ直します。はい。僕は金庫行って、はい、最後宿舎前ぐらいで終わり。一応キル可能位置ではある。やつはさんはできないと思います。センターに最後見てもらってます。センターさんはやつはさん目線どうですか？コックピット側から来た方だ。
じゃあまあその後ちょっと離れたんで任せようと思ってボタンを押し行こうとしたんですけど、やっぱちょっと2人で直した方がいいなと思って戻ったんで、まあエンジンで切るはできると思います。が基本的には多分キリクール上がったか上がってないかぐらいだと思うんで、基本的には弾いてほしいかなと思います。いかがですか。はい、最後の瞬間はいたのでキルクール上がる、大丈夫だと思います。パト行ってんの俺だけ。いや、昨夜の最後メインホールの扉開けてエンジン左なんでできると思います。メインが開けてれば。あ、ちなみに僕シェリフです、じゃあカキさんつってサクエさんサンシオさんロラで勝ちです。お疲れ様でした。はい、はい、はい、合ってると思います。まあ、ヤツアセンタン、ヤツアセンタンはゼロじゃない、はい、そこまで。まあまあ、動画関わってなければね。昇降機右にいて、誰も行ってないです。はい、うん、あえーす、まあ、ですよね。ナイスでーす。ナイスでーす。ナイス。とても白い。セリフの人に聞きたいんですけど、ヤサさんと先端さんのラインをケアするかしないかはどう考えてますか。あ、そこ二人会か。インポスターとマットメイト。はい。ああ。直してるから私はマットメイトじゃないっていう考えにしてください。そしたら。あ、そっか。うん、まあ、それ言ってもなんもならんのですけど、うん、いや、結構大事だと思いますよ。僕が、うん、僕が、安葉さんがインポスターで僕がマットになるんで、うん、うんうんうん、確かにそうなると無理そうですね、うん、かなり、うん、はい、まあでも釣れんのかだと主張的に、まあ、のすけさんとかきさんでとりあえず一陣が落ちてると思ってるんで、生は待ってると思ってて、で、メイでのすけさんがタンクトンして、メイシーでのすけさん釣ったのは僕だと思うので、酒屋さんから入れてほしいです。のすけさん釣ったっていうか、まあ盤面まとめたらのすけさんとカキさんじゃないかってなってローラしたから、それは別に要素じゃなくて、確かにプラスでエレジーさんがシールって言ってるから、まあ八つ葉先端ラインを考えなければ俺も三試合昨夜でいい、うん、いいと思います。いけ、酒屋さんもっとやれ、もっといじめろ。でも左側の死人はもう基本的には、左側で死にされてないから右側だと思っていて、三者さんが正午で右にいたんですよね。いました。まあ、基本は三者さんでいいかなと思いますけど、いつもっとやれ。でも僕のすけさんの矛盾点見つけたしって言われてんぞ、酒屋さんもっと言え。無心点っていうか普通に悪どいなこいつ。まあでもローラーしましょう。多分ローラーですね。もうセリフの意見で八つ葉先端なしで言ってるので大丈夫です。全員投票してください。キスなんでエレジーさんどっち入れます。とりあえず酒屋さんからかな。確かサンシアさんの人で釣り始まったのはサンシアさんの一言が原因きっかけなので、きっかけなので、まあエレジーさんここに人外がいるのであれば、ここに人外がいるのであれば、三者さんは白そうに見えます。いいナイスゲーム。ナイスゲーム、ジジイ。ジジイ。本当に終わるよね。大丈夫だよね。終わんのかな。終わんの？終わんの？どう？終わんのか。終わりまーす。やだー。おすすめ。やーねー。ジジイ。なんで地獄のローラーしちゃったの？いや、地獄だったのに。地獄のローラー。地獄のローラーになってもた。いや、しゃあない、あれは。しゃあない。思ったよりもすれ違ってないとおかしかった。死んじゃ、死んじゃ、助けてきます。ナイスでしたね。いや、でもしゃあない、しゃあない、しゃあない。うまかったわ。ちなみにさっきの着る昇降機、左にあ、もう下にあったの見てます、昨夜。
やマジで考えと、うん、エレキいなかったです僕。だからワンチャンやさせますかなと思ってたけど違った。あ、そうなんや。エレクのかけらは一応エレクで死にはされてるけど、そっからダッシュしていってるから。でもカキさん聞いてた。おもろいな。なるほど。僕はコックピットの中で100秒ぐらいアドミン見て、もう2回ぐらい壊しました、マジで。最後、かぶせたろう思って、場所。ドンピシャやったね。かぶせすぎたわ。